皆さんこんにちは、AI ブーチマニアントです。本日は自分が持っている PDF ファイルなどの文章情報から検索する方法について紹介していこうと思います。最近ですね、ChatGPT や BingChat などのような大規模言語モデルが話題になっていて、私も毎日使い倒してるんですけれども、これらの言語モデル単体では、自分が持っている PDF などのファイルからテキスト情報を抽出して、その内容に基づいて回答を生成すると、そういったことができません。 例えば論文とかレポートとかもしくは何かの商品説明などの PDF ファイルを持っていたとしてその中にある情報をもとに質問に答えてほしいなというふうに思っても ChatGPT はインターネット上のテキスト情報などを使って学習をしているため回答することができません。 これに対して前回紹介した l a n g ェ a ンの機能を使うことで自分が持っている独自のファイルから Q&A を行う仕組みを作ることができます。本日はそのような仕組みの作り方に関して実装を含めて紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう、はい。最初に文書検索を行う仕組みについて簡単に紹介したいと思います。こちらは PDF ファイルから文書検索を行う処理の流れになっています。 で、処理としては最初に、えー、PDF などのファイルから、えー、テキスト情報を抽出します。で、これは Lang Chain のドキュメントローダーという機能を使います。で、このドキュメントローダーでは PDF だけじゃなくて CSV とか、えー、PowerPoint とかのファイルでも、えー、テキスト情報を取得することができるので、今回紹介する内容は PDF 以外のファイルでも同じようにすることができます。 はいでテキスト情報を抽出した後はテキストを100文字単位などで分割を行います。でこれもラングチェーンのテキストスプリッターという機能を使いますで。その後に分割されたテキスト情報ごとにベクトル化といって数字の配列に変換します。 で、変換されたベクトルを検索がしやすいようにえデータベースに保管する必要があります。で、ラングチェーンを使うことでこれらの流れを簡単に実装することができます。で、データベースなんですけどもえ、ラングチェーンではオープンソースのデータベースやクラウドのデータベースを使用することができます。で、今回紹介するのはオープンソースのデータベースを使用するので、特別な登録などが必要なく無料で使用することができます。 で、関連する文章を引っ張ってきたら、その文章と質問文を合わせて、大規模言語モデルに入れて、その質問文に対する回答を生成すると、そういった流れになります。はい、最後にコストの話になります。で、今回は2つの処理で API を使用しているので、そこで料金が発生してきます。1つ目が文章をベクトル化するときで、この時は OpenAI のエンベディングという API を使用しています。で、この API では、 テキストエンベディングアダ002というモデルが使用されています。で、このモデルは2022年の12月にリリースされて、他のモデルよりも精度が高くて、8191トークンまで入力として当たることができて、1536次元のベクトルで出力されますと。つまり、一つの文章を入れたときに、1536個の数字になるということです。で、料金はこちらにあるように、1000トークンあたり0.0004ドルというふうになってきます。 2つ目の料金が発生するポイントとしては質問文と関連性が高い文書とえ質問文を両方ですね言語モデルにえ入れる時になります。 で、こちらに関しては、単純に以前紹介した GPT の API を使用するだけになっているので、例えば、えー、GPT3.5 のターボとか使用した場合は、えー、1000トークンあたり、えー、だいたい0.002ドルになっているので、エンベリングする API の方がですね、えー、と5分の1ぐらい、えー、安いことがわかります。なので、えー、長文の文章を検索するとしても、そこまで大きなコストはかからないんじゃないかなと思います。えー、それでは続いて実装の方を紹介していきたいと思います。 はい。それでは早速実装の方やっていきたいと思います。で、こちらの Google コラボのリンクに関しては、えっと、概要欄の方に貼っていますので、え、興味ある方は見てもらえればと思います。えっと、Google コラボでは、セルごとに、えー、プログラムを実行します。で、セルを選んで、えっと、Shift と Enter を同時に押せば、えー、そのセルを実行することができます。で、最初にまず、このパッケージをインストールしていきます。 で、そうすると、このぐるぐる回ってですね、実行が終わると、えっと、番号が表示されるかなと思います。で、結構パッケージ多いので、ちょっと時間かかるかなというふうに思うんですけども、え、私はすでに、えっと、インストールしてたので、えっと、すぐに終わってます。続いて、このインストールしたパッケージを使用するために、インポートをしています。で、こちらに OpenAI の、えっと、API キーですね、設定してもらえればと思います。私はすでに設定しているので、ちょっとコメマークで隠してるんですけども、API キーですね、えっと、こちらの方に設定してもらえればと思います。 その後に今回検索する文書の PDF をアップロードします。で、アップロードの仕方としては、えっと、こちらのフォルダーマークですね、押してもらって、えっと、私すでにアップロードしちゃってるんですけども、このセッションストレージにアップロードというところを押してもらって、自分のパソコン上にあるファイルをアップロードしてもらえばと思います。私は今、一般職業紹介状況という PDF をアップロードしています。 アップロードボタンを押したら、えっと、下の方にですね、えっと、アップロードの状況のマークが出てきて、ちゃんと完了してることを確認してから、プログラムを実行してもらえればと思います。確認せずに実行していくと、ちょっとエラーが出てしまうので、そこだけ気をつけてもらえればと思います。はい。で、PDF ファイルのアップロードが完了しましたら、えっと、こちらで読み込みを行います。で、これは PDF のファイルの中から、 え、テキスト情報を、えー、読み込んでいます。その後に、こちらのセルを実行してもらえればと思います。で、こちらのセルは、えっと、最初に説明したように、読み込んだテキストを1000文字単位で、えっと、分割しています。その後に、この OpenAI Embeddings ということで、えっと、分割された文章をベクトル化していきます。 で、ベクトル化した文章をデータベースに保管するんですけども、今回はこのオープンソースである、えっ、ー、と、Chroma という、えっ、ー、と、データベースを使用していきます。でこちらを実行してもらえれば、えっ、ー、と、それらの処理が完了します。で、その後に、リトリーバル、えー、QA、えー、From c h チェインタイプということで、えー、ラングチェーンの、えー、チェーンの機能を使って、えっ、ー、と、モデルを定義したりとか、チェーンのタイプ指定したりとか、あとですね、データベースの方も指定しています。で、モデルに関しては、えっ、ー、と、今回ですね、GPT3.5 のターボを、えー、使用していきたいと思います。 はい。続いて、プロンプトを定義していきます。で、プロンプトに関しては、えっと、ラングチェーンの機能である、プロンプトテンプレートというものを使用します。で、プロンプトは、あなたは親切なアシスタントですと、で、書きの質問に日本語で回答してくださいということで、えっと、質問を入力した後に、えっと、回答させるような、え、プロンプトにしています。はい。で、こちらも実行します。で、UI なんですけども、えっと、今回、グラジオを使っています。で、こちらの方も実行してもらえればと思います。 はい、今ですね、えっと、チャットボットの UI が立ち上がりました。で、ここで、えっと、質問とかをしていくんですけども、えっと、先ほど挙げた一般職業紹介状況という、えー、PDF ですね、こちらちょっと中身見ていきたいと思います。はい、で、こちらですね、えっと、一般職業紹介状況ということで、えっと、厚生労働省の方から、えっと、3月31日に、えー、リリースされた、えー、ハローワークにおける、えー、求人、求職、えー、就職の状況を、えー、取りまとめて、 えっと、求人倍率などの指標を作成し、毎月公表しているものというふうになっています。で、こちらのですね、えっと、文章を読み込んでいるので、えっと、質問してみたいと思います。じゃあ、有効求人倍率はいくらですかというふうに、えー、聞いてみたいと思います。で、質問するときは、この下側のところに質問を入れます。で、質問を打ったら、えっと、エンターを押してもらえればと思います。で、そうするとすぐ返答が返ってきました。 えっと、令和5年2月の有効求人倍率は1.34倍です。で、ちょっと資料の方見てみましょうと。はい、そうすると、ここですね。えっと、これ拾ってきて回答してるのかなと思います。ということで、ちゃんと正しく1.34倍というふうに回答してくれました。で、続いて、えっと、じゃあ産業別に見るとどうなのかというところを聞いてみたいと思います。産業別に見て、有効求人倍率が増加しているトップ3を、えー、上げてくださいと質問してみます。 はい。そうすると、産業別に見て有効求人倍率が増加しているトップ3は、宿泊業え、飲食サービス、教育、学習、支援業え、卸売業、小売業ですということですと。ちょっと見てみましょうというところで見ると、えっと、ちゃんとですね、この3つを拾ってきているのかなと思います。はい。で、もう1個ちょっとやってみましょうということで、都道府県別の有効求人倍率ですね。これの、えっと、受理値別で最低はどこですかというふうにちょっと質問してみましょう。 都道府県別の有効求人倍率、樹立別で最も低いのはどこでしょうかということで、で、最も低いのは神奈川県で0.91倍ですということで、えっと、見ていくと、まあ、このようにですね、最低は神奈川県0.91倍ということで、正しくですね、文章を抽出してきて、えっと、回答してるというのがわかるかなというふうに思います。で、ちょっとこれ簡単すぎるかなというふうに思うので、えっと、もうちょっと難しい文章を入れてみたいと思います。 はい。で、違うファイルをですね、アップロードするには、えっ、ー、と、もう一回ですね、えっ、ー、と、こちらのボタンで、えっ、ー、と、アップロードします。で、アップロードが終わったら、そちらを参照して、えっ、ー、と、読み込みを行っていきます。はい。で、ちょっと今回は難しくて、えっ、ー、と、日本財政の現状と、えー、望ましい税制の考察の PDF というものを、えっ、ー、と、読み込んでいきます。で、同じように、えっ、ー、と、実行していきます。 はい。で、今回検索する論文の中身を少し見ていきたいと思います。えー、日本財政の現状と望ましい税制の考察ということで、えっ、ー、と、田淵さんという方が、えー、と書かれた論文になっています。で、こちらです、ね。26ページ、えー、あるので、まあ、こちらの中から えとちょっと質問をしてみたいと思うんですけども1つ目の質問なんですけども、えー、と財政赤字が拡大した2つの要因ということで税収の減少と、えー、社会保障費の増大であるというふうに書かれているので、えー、と財政赤字が拡大した理由について、えー、と聞いてみたいと思いますはいで質問はこちらに行きますはいそうすると,、えー、と1990代以降ですね 赤字が拡大した理由としては、税収の減少と、えー、社会保障費の増大が挙げられますと。で、えっと、税収の減少には、個人所得税の比率が下がったことや、えー、景気対策のために減税が繰り返されたことがありますと。で、社会保障費の増大には、えー、高齢者人口の増加や、 社会保障に対する政府歳出が拡大したことが挙げられますということで,で文章を見てみると、まあ、特に間違ってはいないのかなというところで、まあ、正しくですね持ってきて回答してくれてるのかなというふうに見えますはいでもう少しやってみたいと思いますはい続いて個人所得税において、えっと、必要な政策について聞いてみたいと思います はい。そうすると、このように、えっと、支払能力に応じた公平性を担保するための、えー、所得税の拡充ですと。えー、具体的には、えっ、ー、と、税率の引き上げや、税率段階のフラット化の改善、えー、黒4問題の解消、金融所得税の課税との強化と、あとは納税者、えー、番号制度の創設などが、あ、げられますというところでした。で、内容としても、えっ、ー、と、金融所得に対する課税の強化であったりとか、あとはそうですね、えー、課税ベースの拡大と税率見直しですかね。あとは、えっ、ー、と、黒4問題と、 ういうものですね私知らなかったんですけども、えー、とそういった問題があるとちゃんとこの123をまとめて回答してくれてるような感じがしますはいで逆に、えー、と論文にないような、えー、とことをちょっと聞いてみたいなと思いますはいで AI の発展は人間の脅威となりますかというふうに聞いてみたいと思います はい。そうするとですね、ちゃんと、えっと、これらの文脈では、えっと、AI の発展についての具体的な議論はありませんと。そのため、私も適切な回答を提供できません。申し訳ありません。というふうに、えっと、回答してくれて、まえっと、適当な回答はですね、えっと、しないようになってるのかな、というふうに思います。はい。で、今回は、えっと、GPT 3.5の、えっと、ターボを使ったんですけども、えっと、GPT 4とかですね、使える人はですね、そちらを使ってみると、まよりですね、えっと、良い、えっと、要約をしてくれるんじゃないかな、というふうに思います。 以上で、えっと、自分の文章から、えー、検索を行う方法についての解説を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなというふうに思う人は、えー、高評価、コメント、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします、えー。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。